今スイングの指導の瞬間、クラブに対してどっちにベクトル向けてるか自分の頭の中で意識あります？そのまま右手握っててください。左手離してください。いいですか？上げるときに押さえててくださいね、こっちにベクトル足しながら、こうやって上げていってます今。ずっと今っていうか、もうずっと、ちょっと気持ち悪いんですけど、ちょっと頑張ってやってもらいますね。めっちゃいい、いいです、めっちゃいい。もうすごい気使ってるじゃないですか。めっちゃいいです、めっちゃいいです。 OKOK、 いい、これはいけるわ。今スイングの指導の瞬間、クラブに対してどっちにベクトル向けてるか自分の頭の中で意識あります？これね、本当はこうやっていきたいの、でも、こうなるの必ず、それなんでか分かります？これも直したい、こっちは嫌だよ絶対に、でもこのぐらいでいきたいんだけど、まあ俺がいつも YouTube でこういう縦動きでいきたいんだけど、シャットになりすぎるわけ、でシャットになりすぎてこのままだと上がんなくなって、ここでレイドオフになって、ルーズになって、ダウンでこう立ってくるみたいな、真面目にいきますね。真面目にいいですか？そのまま右手握っててください。左手離してください。いいですか？上げるときに押さえててくださいね、こっちにベクトル足しながら押さえててください。私が押すんで、負けないようにしてくださいね。こうやって上げていってます。今そうだね、もうずっと、なるほどね、初めて会った日からずっと。そうだからね、こういかないのよね、手だけでこう、なんていうの、こう、だから完全に手こ上げしちゃってるんで、手この原理で上げちゃってるんで、まあ楽なんですよね、特に僕らみたいなレッスンをなりわいとしてる人間って、ストレッチもできない、で座ったり立ったりしてる状態から急に打ってみせなきゃいけないことがあるじゃないですか、ってなったら少ないエネルギーで多くのエネルギーを生んで見せなきゃいけないので、楽をしなきゃいけないので、グリップ自体をこういう動きを持っていくことによってクラブ軽くなるじゃないですか。でこの傾向が強いんですけど、特にレッスンが長い人ほどこの傾向はかなり強くて、もうこうやって打っちゃうもんね、ひどいと。スーパーウルトラここで押してるんですね。なるほど。で左手で押すのが実は悪いんじゃなくて、左手で押したとしても右手で調整できちゃうから問題なんです。なるほど、なるほど、ね、問題そこなんですよ、こっちを押すのが悪いんじゃないんです、押した時に本当は下がっちゃうのを右手で下から支えて下がんないようにできちゃうから問題なんです。なるほどね。そこが原因で、この上げる瞬間にクラブっていうのは、まあ回したくないわけじゃないですか、変な話、ストレートでこのまま持っていきたいわけじゃないですか、でも最初に上げる時にグッて初動でベクトルを下に向かって働かせることによってグッて持っていくわけじゃないですか、その時にシャットになりすぎてしまうっていうのが一番の悪いところじゃないですか、なんで初動をゼロでやってほしいんですね、力入れないで、力入れないっていうのは、ごめんなさい三谷さん、じゃあちょっともう一回立ってください、ゼロってどこが基準かって話ですけど、今じゃあまっすぐ普通に立ってください、今がこれが50です、100点だとするとこれが50点、でじゃあここから20にしましょうって言われたら、こうなりますよね、ゼロになったらこうなりますけど、20にしろってこうなりますよね、みんな脱力しろって言われたら50じゃないんですよね、なるほどね、50より下に落としちゃうんですよね、今のこの立ってるよりで、ここから例えば力入れて60、70って力入れるじゃないですか、ここから50に戻ることを脱力っていうのに、50から下に落とすことを脱力って思ってる人が勘違いしてる人が結構多くて、ゴルフ系の人ってみんなそうなんですけど、100になったやつを、100の状態を普通に戻る、これも脱力じゃないですか、でも今50位までニュートラルまでしか戻ってないですよね、みんなこれをここからここまで行っちゃうから元に戻ってこれないわけです、だから脱力をしてほしいんじゃないんです、今の普通にこの生活して立ってる、何も力が入ってないゼロの状態から少しずつエネルギーを足してもらいたいのに、最初にアクセル吹かすんですよ、ウェーンって吹かしてから上げる癖があるんで、ちょっとクラブ吹かしてください。上げ方がね、この状態からこういう上げ方をするんですよ、ここ、もうこの時に右の膝、左の脇、左の脇、右の膝にものすごい力が入ってます、なるほど、こうやって上げてるんで、だから、こっち回りの回転になっちゃうんですよ、ここに力もなるべく入れてほしくないですし、ちょっと気持ち悪いんですけど、ちょっと頑張ってやってもらいますね、今綺麗にアドレス取ってもらって、私がゆっくり動かします、気持ち悪いですよね、気持ち悪いですね、ここから打てないですよね、ここからゆっくり上げていって6割ぐらいのショットでいいです、球打ってください、はい OK です、これで多分ねまともに打てないと思うので、
だからセットアップが2回あると思ってください。セットアップ、指導、バックスイング、セットアップ、完璧。はい、OK です、うん、いいですね、めっちゃいいですね。これなかなか三橋さんのスイング見ろって言われてこんなど初歩なことを言いづらいですもんね。ちょっと言います。いや、言いますですけど、そうですよね。俺てんちゃんとかにも聞くもんね、ここだけ見といてとか。いい、それでいい、揺れてていい、完璧。はい、完璧、めっちゃいいっすね、めっちゃいい。ダメです、今もううちに行ったのにそのままそのまま行ったんでしょ。ダメですバレるからやめてください。そうです、そうです、はい、そうです、はい、そのままでいいです、大丈夫です。OK、 以上。全然違うでしょ。いやー、これはちょっと忍耐力が必要だわ。はい、そうです、だからイライラするんですよこれ、うん、こう自分なりのやつ絶対やりたくなるんで、すごいわかります。で、ごめんなさい、セットアップのヘッドの位置が、うん、さっきからだんだん離れていってるんで、なるほど、なるほど、わかる、わかる。それでちょっとずつ体を使う風に感じ出すのやめてください、うん、なるべくひっつけておいてください、はい、ゆっくり上げて、ちょっと飛ばしに行ってください。どうぞ。 OK です、それぐらいの方が絶対いいです。慣れてきたら動きやすくするんじゃなくてちょっと飛ばしに行ってください。了解です。 この打ち方で147いってるじゃないですか、うんうんうん、もっと近づけて、はい、うん、OK、もっと飛ばして、エゴ OK、 それでいいです、それでいいです。で、飛ばそうとしたときにどういう当たりになるのかを自分で癖を知ってください、はい、ヒール目に当たりやすい。で、ヒール目ってことでもないんですけどちょっと浮きやすいっていうのがあるじゃないですか、はいはい、で、多分さっきのが捕まって飛んじゃったからだと思うんですよね、うん、捕まえちゃっていいです、全然、はい、OK、 そこからスピードアップしてです、はい、OK です、はい、飛ばして、はい、OK、 よし、十分です、十分です。じゃあ止まらないで最初の指導だけ丁寧に上げることだけ意識して、はい、普通にフルスイングで普通に飛ばしにいってください、はい、もっとスピード上げていいです。初動も意識するだけでゆっくりしなくていいです。なるほど、一気にスピード上げちゃっていいです、癖が見たいんで、はい、いいですね、いいですね。どうですか、いつもの飛ばし方が打ちにくいでしょ。打ちにくいですね、はい、これが正解です。体使うもんね、めちゃくちゃ、はい、そうです、そうです、そうです、いいですね。動きの初動のこう綺麗な丁寧さが長島圭太君みたいですね。こんな感じがいいですね。よし、めちゃくちゃいい。このぐらいゆっくりな、はい、なるほど。一回じゃあ最速で上げて、はい、満振りしてください。でも意識するね、やっぱり。いや、何もしなくていいです、もう何でもいいです。もう多分できないんですよ、気持ち悪くて。確かに確かに、これもうほんと小1時間これやっただけで、うん、確かに。いや、もちろんグッてやったらもっと力入るんでしょうけど、うんうん、積み上げてきたものをブロブロって崩すのが人って嫌なんで。だからさ、やっぱりさ、もうさ、ここまで来るとさ、とことんまでやってやろうっていうさ、うん、そうですよね、うん、やりきりたいですよね。そうそうそう、もうこれ以上下がることないから。うん、OK、 いいでしょう。いや、マジで何が違うって、はい、どちらかというとね、クラブをこう放り投げてるイメージ。今までは、はい、ボールに向かってダーツをピャーンって投げてる感じ、はい、分かるかな、はい、分かる、はい、だから逆に言うと、はい、もう自分でも言うのもすごい器用なわけ、ね、何でもできちゃうの、はい、何でもできるんだけど、はい、一番シンプルな動きだけができないみたいな、はい、それで未だに40年もゴルフやってる気がするわけ。基本が分かってながら基本をやらないで、さっきのてんちゃんに、ね、クラブ持ってもらってこう動いてやったやつなんじゃないですか、うん、あれがもう本当真理で、俺これでも打てるんだよってやってるやつあるじゃないですか。そうそうそう、クラブの動き一緒なんですよね。そうそうだよね、結局、はい、そう、誰かさんと一緒でね、はい、誰かさんと一緒でね、そうですよね。それをうまく逆に僕らの場合はレッスンで見せて、うん、今お店さんの場合こうなってるんですよ、誰々さんの場合こうなってるんですよ、うん、もうこうやったら打てるんですよっていうのを説明するとき、うん、時に全く同じクラブの動きで体だけ変えてるから、うん、ああそうなんだって説得力があるので、そっちの方が、うんうん、確かに手がついちゃってて、確かに、それを自分のゴルフでやっちゃいけない。なるほどね、めっちゃいい、いいです、めっちゃいい、もうすごい気使ってるじゃないですか。めっちゃいいです、めっちゃいいです、 OKOK、 いいでしょ。いい、これはいけるわ。
全国のゴルフファン、はい、ゴルフ界の端くれと、はい、今日はやたら真面目な浦大輔と、はい、とりあえずでも、はい、真面目な話、今年ねもう一回現役に復帰しようって自分で覚悟を決めて、はい、今日弟子も来てるけど仕事をだいぶ整理して、はい、今までやってたビジネスとかも結構やめて、はい、で練習時間を作って、はい、年を明けてから練習をしたんですけど、はい、まあ、前回浦君に習ったことを、うん、多分習った2月ぐらいから、うん、そうだな3ヶ月で、まあ黙って10万球は打ったわけです、うん、打ちすぎそうそうそう、はい、でもそこで気づいたことが、はい、あ俺こんだけ打っても体壊れないわっていう、はいはい、まあ、親に感謝しなきゃいけない、はいはい、全然体壊れないわけ、はいはい、それはすごいです、ね、普通の選手は多分もうぶっ壊れてると思う俺無理ですわ、でもその打てる理由がこれだったんだなってちょっと思ってるわけ、うんうん、今みたいにこうしっかりこう大きな筋肉使って振ろうとしたら、うん、多分その1000球は打てないよね、絶対打てない、そういった意味ではやっぱりこれからまあ今年シニアになるんで、はい、まあ、球数も含めて練習の効率を考えた時に、はい、やっぱり小手先でずっとやってきて、まあ、まあレッスンプロってまあ小手先で やんないと仕事にならない部分もあるから、はい、まあ、ちゃちゃちゃっと打って、はい、とりあえず適当な仕方でまあ真っ直ぐ打っておけばいいやみたいなのが、はい、やっぱり試合になるとそのちゃちゃちゃがパワープレーアンダーで普通に回れるのが、はい、ちゃちゃちゃでアンダーで回れなくなるわけですよ、はい、だそこがすごくこう、まあ、今日のレッスンで確かにそうだよなと、小手先でごまかしていつもなんとかなっちゃってるよなっていう、はい、なんとかなっちゃってたのが試合に復帰したことによってなんとかならないってことに気づいたんで、はい、どうしよう、はい、浦大輔どうしようっていうねで今回の試合も距離的にもね6700800だから、うん、まあ、悪くてもパワープレーだなと思った、うんうん、ところが OB4 発も出るわけじゃない、うんうん、でやっぱりそこが突然出るんじゃなくて多分予兆があったわけですよ、うん、前の日の練習もシャンク何発か出てたし、うんうん、それがやっぱりこう月明け場でいくらやってもダメだなっていうのを、はい、まあ、今日は改めて思ったんで、はい、しばらくは僕はこの喋り方もゆっくりいきたいと思います、はい、それはそうだけど絶対嘘そうなんだけどそれは無理なんですよ、はい、無理なんだけど、はい、やっぱりそのさっき言われたように、はい、普段の私生活も確かに余裕がない、はいはい、そうですね、もう正直実はめちゃ仕事してるけど、はい、もうちょっとこうペースをやめたと言いながらも忙しいんで、はい、特に初動です、そうですね、初動だけゆっくりだったら別にあと早くてもいいんですよ、うん、なるほど、最初だけ、最初の動きだけ、全ての行動の最初の動きだけを丁寧に、ここ、ね、OK、全ての行動ね、歩く時もどうやって今から足を出すのかを丁寧に考えて動いていただければ一番苦手だね、だって10万球打ったんですよね、うん、よく考えてください、その時間と労力考えてみてください、そうですね、クリアすんだ、もう何回も言いましたよね、はいはい、早く来いと、そうです、早く来て来てと、マジね何回も来ようと思ったわけ、はい、結局なんだかんだ言ってこの前回レッスン受けた日から、はい、今日の今日まで1日も休みがないわけですよ、はい、そうですよね、うん、だからこれをまず良くない、はい、そうですね、まず休みを作る、はい、休みを作るわって言い続けても20年ぐらい経つんだけど、絶対嘘だ、うん、まあ、それ嘘なんだけど、はい、やっぱり時間を作る、いつもどこにいるんですか、俺急にどこに行けばいるんですか、まあ、でも大体ベースは今は群馬なんですよ、ベース群馬なんですね、8月からね、あ、そうなんですか、8月から群馬に住むんで、はい、群馬のゴルフ場に、はい、はい、いる、群馬に月の半分ぐらい住んで、群馬から男子の会場にサポートに飛んで、はい、また群馬に戻ってきて、はい、で東京で週に1回ぐらい仕事があるんで、はい、週に1回東京に戻ってきて、はい、みたいな生活ですね、だからまあほぼゴルフ場にいるっていう生活ですね、だからやるって決めた以上はもう研修生にもう一回戻ろうとマジで思って、はい、戻る時にやっぱり自分が研修生やったコースにもう一回お世話になろうと思って、はい、いいですね、偉そうな研究研修生の、そうそうそう、誰よりか偉そうな、なのでそこでもう一度ゴルフにもう一回ちょっと真摯に向き合っていこうかなって今本当に思って、もう単身群馬に住みます、わかりました、はい、ぜひ遊びに来てください、行きます、行くんで、はい、あの10万球打ってる暇あったら来てください、 OK、はい、マジで了解です、 LINE で聞いてこないで、自分が弟子に LINE で聞かれたらむっちゃ怒るくせに、わかりました、はい、東京に行きます、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、お疲れ様でした、すいません、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします、はい、各種 SNS 概要欄の方チェックお願いしますね、三沢 TV の方の、チャンネル登録もぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、皆さん見ててください、バイバイ